スロベニア鉄道310系電車は、スロベニア鉄道が運行する、インターシティスロベニアに導入されている、ペンドリーのシリーズの一種、イター460チザルピーノイター470電車、イタリア国鉄イター480電車、スペイン国鉄490系電車ベースとした、電車方式の強制車体傾車式高速鉄道車両である。車両の最高速度は、 時速 200km で電気方式は直流 3KV である。クロアチア、チェコを含む中央ヨーロッパ3カ国で運行されている高速列車のうちの一つでもある。X はスロベニアの首都リュブリアナを中心に主要都市コペル、チェリエ、マリボルなど各地を結んでいる。列車は3両で、うち2両は2等車、1両は1等車で構成されている。新商社対応設備や、 公衆電話バーなどの設備を備えている。スロベニアでの高速列車導入の動きは1990年代中頃に遡る。イター460を用いたスロベニアでの走行試験が1994年9月から行われ、同年9月17日には、スロベニア鉄道における最高速度時速 208.2km を記録している。 試験走行での結果をもとに、イタリア国鉄イ板は460電車を、スロベニア鉄道が満足できるよう設計し直され、イタリアにも乗り入れ可能なようにされた。2000年9月24日より、ルブラナ・マリボール間で運行が開始された。2003年12月14日からは、ユーロ式として、イタリアのベネツヤサンタル・チア駅に乗り入れを開始した。しかしながら、 2008年4月以降イタリアへの乗り入れは行われていない。現在はスロベニア国内のルートで最高速度時速 170km で運行されている。世界の高速列車218から221ページ、三浦美紀夫、秋山義弘チョダイアモンド社。ありがとうございます。